園田様を簡単にご紹介申し上げます。園田様は有限会社園田経営リスク研究所代表取締役として、福岡県を拠点に各企業への経営サポートを行われていらっしゃいます。また講演中は後ろに映像を映しますので、会場の皆様にはお手数をおかけしますが、その場で向きを変えていただきますようお願いいたします。じゃあ皆様おはようございます。おはようございます。改めて園田と申します。今日はですね、お招きいただきどうもありがとうございます。非常にですね、毎回このような安全遠征大会を毎年2回、継続的に行われているというふうな会社、正直申し上げてまして、このようなリスク管理の仕事をさせていただいてますけれども、あまり聞いたことないですね。それほどですね、リスク管理、危機管理等についてですね、非常にレベルの高い、意欲の高い、会社と、あるいはグループというふうに認識しております。大雨が2時間から3時間続いたと、もう60過ぎのですね、私の同僚なんですけど、人生初めてだったと、そんなような大水害、大洪水ですね、が起きる。これもいつどこで起きてもおかしくないというのも一方で言えるんじゃないでしょうか。まだ最近はですね、阿蘇山の噴火、県道ですね、県道1号線はもう登れなくなってしまいましたね。そういうことでですね、非常にこう身の回りを見ても本当に身近にですね、災害あるいは災害対策が行われている。皆様方、災害は忘れた頃にやってくる、あるいは天災は忘れた頃にやってくる。関東大震災が起きて、この先生がですね、復旧に非常に個人力をされたというふうな、方ですね。災害は忘れた頃にやってくる。先ほどの社長もそうおっしゃってましたけど、100年単位ぐらいには必ず起こってるんですね。だから日本の歴史というものはずっとですね、その繰り返しをしている。我々もそういうことだということでですね、まず認識をする必要があるかなと。大きな水害がございました。至るところでそういうことがあると、またあるかもしれない、またあるぞというふうなところでですね、ご認識を共有をしたいと思います。それではですね、今お手元の、レジュメですね、まず BCP という言葉ですね、聞き慣れない、日頃は聞き慣れない言葉だと思います。